商品紹介にありますか？ありまーす。なんと今ファミリーマートが8月14日から9月10日まで初音ミクに占拠されてるらしいんですよ。で、占拠されてる商品の中の一つがこの焼きそば。ペヤングさん大丈夫なんでしょうか？商品はこんな感じです。ナンバーダバー焼きそば。ナンバーダバーってなんだ？意味がわからないのですが、どなたか知ってる方いたら教えてください。写真に掲載されてるキャラクターは商品に含まれておりません。当たり前だ。まあそんな感じです。ペヤング初音ミクネギ塩焼きそば。それではレッツクッキング。それでは開けていきたいと思います。開けました。なんとこの上の表紙のところにも初音ミクしっかりいます。さすが選挙しているだけあります。中を開けました。この中には初音ミクがいないようです。あ、お湯を入れる。完成しました。ついに完成。イエーイ。塩の香りがすごくいい。それでは食べまーす。うん、塩の香りがめっちゃ効いてます。これが塩焼きそばなんでしょうね。若干ソースよりさっぱりしてて、なんか個人的にはソースの方が好きかもしれないです。うん、初音ミクの要素ゼロ。うん、うまーい。美味しかった。 Today's muscles point 84 84。今ファミリーマートで初音ミクが占拠してるんで、ぜひ皆さんも行ってみてはいかがでしょうか。マッサージ TV でした。サブスクリプト TV。